なんでそもそも高熱金貨なんですけど、46億年前に地球が誕生してですね、その前いわゆる一番最初に誕生した生物っていうのはもう間違いない酸素がないところで火山温泉グツグツ状態のところに出てきたのはもう間違いないんですけど、そこにずっといる微生物ですから原始生命に一番近いんですよ。だからとても面白い生物ですね。だからあれの生態調べればどうやってこう最初の命ができたかっていうのが分かるという、まあ生物学の一番の醍醐味ですね。どういう呼吸をしたかとかで、どういうふうにして酵素とかが100度の中でも安定に機能するかというのは非常に面白いですよね。もう一つ面白いのは、あそこから取ってくる、まあ、DNA だけ取ってくるじゃないですか。で DNA 取ってくると大腸菌に入れるんですよ。大腸菌自体は37度で生育しますから、別にその菌とは似ても似つかないものなんですけど、遺伝子だけ DNA だけを大腸菌に入れると大腸菌が高熱菌の酵素を作り出すんですね。だ大腸菌37度でぐちゅ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 増える中で、例えばアミラーゼを作りますと、でアミラーゼというのは90度で動く機能するアミラーゼができているんですね、大腸菌の中で。そしたら面白いんですけど、大腸菌をジャカ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 10リッターぐらい培養しますよね。大腸菌を10リッター培養して37度で培養しますよね。でこれを熱湯の中にジャーポーンとつけるんだよ、ね、だから大腸菌は死にますね。で溶けてなくなるんですけど、高熱菌が作った、いや高熱菌の DNA に由来するそのアミラーゼだけ残るんです。だから90度でも機能するんですね。でそれをガーッと遠心機にかけて、その沈殿で沈まなかった分を回収してきたら、これはアミラーゼなんです。面白いでしょ。どれを取っても面白いんです。 DNA 合成酵素にしても、タンパク質分解酵素にしても、例えば油を分解するリパーゼという酵素がありますと、そのリパーゼという酵素を取って大腸菌に入れて発現させると、油を分解する酵素を大腸菌が作るわけですね。そうすると油の中にダポンと入れれば油が壊れると。実際そのものすごい効率がいいんですよ。だから面白いと思います。例えばさっき言った DNA の増幅反応って、まあまあ分かりやすいところですよね。その非常に髪の毛から DNA 増幅すると。でもう一つはですね、正確に増幅できないんですね。問題点としてあるのはどうしてもそのターゲットを絞ってこう増幅しようとするといらないものができてしまうんですね。でこのいらないものを消す、でこの消すための技術っていうのは結構大事なんだけど、まだあまり完成してないんですね。ドルビーみたいなもんですよ、昔の。ああいうノイズリダクションをするような技術が DNA の増幅でやりたい。で今結構うまくいってるんですよ。例えば DNA の正確性とかよりも水素を作るような微生物だったら、もう水素って今キーワードで未来ですよね。ほとんどの人は高熱菌を培養するときに硫黄を入れて培養しますけど、硫黄を抜いて培養すると水素を作ると。しかもさっき言った高温ですから、いろんなものの溶解度が上がりますよね。でんぷんでも肉でも、なんかいわゆるもう中学校とか高校で習う温度が上がっていくと溶解度が上がっていくという、まさしくそれなので、高濃度仕込みっていうのができるんですよね。例えば残飯とか入れてもお粥ができていくと思うんですけど、37度ではお粥にならないんですけど、90度とかだったらドローっとした海苔のようなものができていきますよね。中にあれを入れてで蓋をカポッとしておくと、やがてしばらくすると水素がぐつぐつ出てくると。これはですね、面白いんですけど、硫黄を入れて培養すると火山と同じ匂いになるんですよ。硫化水素って卵が腐った匂いですね。あ、いきますよ。はい、はい、ところが、はい、硫黄を抜くと、硫黄を抜くとこれが水素になるんですよ。わかります？なんともないです。全然匂わないですね。でこれで水素を集めて燃料電池が、代謝が変わるんですね。それこそ硫黄があると転写っていうか遺伝子の情報が流れが変わるんです。こっち行ったやつがカチャーンとこっちに変わるんですね。でこっち行くとどん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 水素を作るんですね。夢のようなエネルギーじゃないですか、それ。